和歌山では カピバラが美味しそうに食べているのは春キャベツです。春先の天候不順の影響で高騰が続いている春キャベツ、去年と比べると値段はおよそ3倍で、一時は1玉1000円を超えたことも。となると少々贅沢な餌に見えますが、実は秘密があるんです。規格外を含むキャベツを動物飼料として納品しますよと。アドベンチャーワールドでは大きくなりすぎたり虫食いがあるなど農家が廃棄してしまう市場に出回らないキャベツを、一昨年から春と冬の時期それぞれ1ヶ月ほど仕入れています。地元産の新鮮なキャベツはカピバラ以外にもチンパンジーやネズミの仲間マーラにも人気で、1週間に200キロをみんなで食べ尽くすということです。協力して SDGs サスティナブルな取り組みということできないか、動物たちであれば食べることができるので、そのような廃棄の削減というところで納品を開始することになりました。一方出荷する地元農家は、全体のやっぱり1割から2割ほどはこういう企画ありますんで、生産者の皆さんにとってもありがたいですし、ウィンウィンの関係を築けていけたらなと。これから6月中旬までの間、およそ950キロが搬入される予定で、アドベンチャーワールドでは今後他の野菜にも広げていけたらと話しています。